他にもね斉藤さん、鉄壁の守備があったり、一球<う>一球に対するこの泥臭さ、感じましたよねなんかドラマを感じるというか、試合によってヒーローが変わってくるっていうのもねみんながヒーローだし、ーいやー本当に面白い試合が続いています、ただ、決してですねチーム指導当初から強かったというわけではないんです。歩み見てみますと、大会結果だけを見ると、優勝、準優勝と並んでいます、選抜にも出場しました。 ただ、指導者、斉藤監督です。うまくないし野球もすごくセンスがあるわけではない戦力でいうと下から数えた方が早いくらい未熟だったと話していたそこからですね、他に類のない無類のチームを目指して進んでいった強くなっていったわけなんですが丹野さん、ここまで成功強くなったこの理由は何だと思いますかはい、今紹介にに、あったように 多くの選手たちは新チーム発足時に力がない世代と言われていたところから這い上がってきたチームなので冷静に劣勢な試合展開にも慣れていて慌てることは何もない冷静に野球をできるのがチームの強みの一つと話していますまた斉藤監督は力がないと自覚してからの何事でも吸収して力にしようとする姿勢は歴代でも圧倒的だったと語っていて チームが目に見えて成長していく姿は、指導ししててていいも楽しかっったと言っています、はい、そんな大きく伸びてきたチームだからこそ、自分たちの野球に自信が持てていることも、強さの背景だと思います、まあ、なかなか難しいんですがこう、自分たちの弱さを認める、めるここから始まっているから、今、強くなっていると。で 全員の頑張りをですね、本当は1人ずつ詳しくお伝えしたいんですけれども、時間の関係もあります、丹野選選手手に、あ、丹丹野野じゃない、<laughs> 丹野さんに3選手、<laughs> 注目選手を選んでいただきました、もらいました、まず1人目、こちらです、勝負強さ光る安田選手、2回戦、3回戦と、丹野さん、大活躍でしたね、本当にあの3回戦でのあのホームランには本当に大興奮してあって、えー、そうですよね。うん 成功打線の中で一番勝負強いのが安田選手だと思います,そうですか春の東北大会や夏の県大会の競争した試合や負けている試合で打席が回ってくるたびにチームを救う打撃を何度も見せてくれていますこの勝負強さは斉藤監督も頼りにしていて試合後のインタビューでは安田に救われたと話す場面がこれまで何度もありました さらに安田選手はホームランなどの長打も打てるのですが追い込まれてからバントの構えから小さなスイングで単打狙いに切り替えることもできて続く4番の三好選手や5番の山浅選手につなぐチャンスメイクもでできる選手です、うん、今のつなぐという話もありましたのでではここ3試合の成功の甲子園での成績をちょっと見ていきたいと思います。番番から9番までで実は打順変わっていないなんですねで 特にこのやっぱり1番、2番の出塁率がなんといっても高くて安田選手、打率自体はそこまで高くないんですが大事なところで決めているでクリーンアップもそれに応えてますし下位打線行っても 生田目選手、守備の、ね、名手なんですけれども打撃でも奮闘しています、まあ、こういうところで非常に打線がつながっていって、えー、連動が生まれているとで、下ちょっと見てみましょうか投手の成績ですけれども投手に関しても佐山投手と小林投手この2人で抑えてますね、いい防御率です。ということで注目選手の2人目です。こちら デデ不動のエース佐山投手ということです丹野さんどんなところ魅力ですかはい佐山選手の魅力は何と言っても10種類以上の変化球を操る器用さです、はい、この能力は全国でも上位クラスと斉藤監督も太鼓板を押しています さらに佐山選手自身がこの1年で一番成長したと語っていたのはメンタル面です、はいはあ、去年まではピンチの場面や失点すると動揺してしまってさらに失点を招く場面もあったのですがピンチを作っても点を取られなければいい点を取られても次の得点を防げばいいという投手にとって大事な開き直りができるようになってうん、うん、春先から対応失点を取られるようなケースはほとんど見たことがありません。 このの成功はセッタ試合展開には強いので、ええええ、佐山選手の投球が安定していれば高確率で成功学院の必勝パターンに持ち込めると思いますまあこの三試合も崩れずに来てますからね明日はどんなピッチングしてくれるでしょうかそして三人目行きましょうこの人は欠かすことができませんキャプテン赤堀選手です田野さん、昨日赤堀選手の実家に取材に行かれたんですよね はいそうなんです赤堀選手の野球の原点を探ることができましたはいどうでした赤堀選手は小学時代は弱小チームで負けてばかりだったようで<っ>試合の度に泣いていたということですそうなんですかその時から人一倍勝利に飢えるようになったと両親は話していましたまた 成功学院に入学する前には机に日本一という目標を書いて実家を離れていたようで入学前から意識の高さもうかがえます赤堀選手のキャプテンとしての資質は監督やコーチ陣もよく話しているんですが、はい、赤堀選手がいると指導者の役割はほとんどないというほどチームをうまくまとめているようです, <laughs> ですから本当に赤堀選手がチームを束にしているということですね。うん さあ、チームの核となる3選手について、丹野さんの解説でした。明日はですね。成功が歴史を塗り替える戦いに挑んでいきます。はい。 成功はこれまで夏は16回、春は5回甲子園に出場していますが、ベスト8が最高でした、過去5回、この壁に跳ね返されています、はい、壁を越えられるか、明日午後3時30分から、熊本の九州学院と対戦です日本球界代表するバッター、ヤクルト、村上選手の弟さんもいるということで、丹野さん、明日の試合のキーマン、上げるとすれば、短く、どなたになるでしょうか。 7番バッターの伊藤選手だと思います伊藤選手スタ,スタメン野手の中ではい、唯一打率が一一割台を切っていて、はい、甲子園の舞台では大きな活躍を見せ,見せることができていないんですが伊藤選手が打てばベンチもすごい盛り上がるのでるキーマンだと思います伊藤選手は県大会では実は一番打っていたということで打線がどんどんとつながればチャンスも生まれてきます丹野さんとここまで伝えてきました丹野さん明日の取材もお願いしますありがとうございました あ,ありがとうございます。明日の試合の模様もテレポートプラスでたっぷりとお伝えいたします。力出し切れ成功、応援しています。<laughs>